じゃあ皆さんこんにちは、実はですね、今日待ちに待ったものが届きました。これです。ペンロット、あのペンザオってやつですね。でこのサイズなんですけど、まあ、20.5mm ぐらいですね。すごいちっちゃいですね。 7cm、7.5 ぐらいしかないですね。こう緩めて多分これで変わると思うんで、いい感じですね。お、こうやって戻っちゃうんですね、少し。まあでもこれでね、すごい2900円ぐらいだったかな。すごい安かったんで、めっちゃお買い得かなと思います。すごい、こんな感じですね。すごいな。あー、すごい細いですね。細い。これはあのなんか小物釣りするには最高ですね。おお、すごいすごい、本当にペンだ、ペン竿だ。すげえ、すごいっすね。いや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 、いい感じですよこれ。じゃリールとっつけてみましょう。どうすんのかな、こう緩めて。私がね、あのこのペンザを欲しかった理由はですね、実はちょっと仕事柄いろんなあの地方に伺うことが多くて、札幌ですとか、北海道各地いろんなとこ行ったり、福岡行ったり。あ、いい感じですね。着きましたね。おー、すごい、めっちゃ使えそうです。これで釣ったるで。はい。で、リールのご紹介なんですけど、やっぱりね、あの見たことないぐらいちっちゃいやつですね。でもなんかちゃんと使えそうですね。こうやって普通のリールのようにこうやってあのドラグ緩めるとあの普通に出てきますし、ちょっと気になるというか、まああの普通の竿と違うのがですね、ここがすごく小さいんですよ。ガイドっていうあの糸を通すところですね。ちょっとガイドに糸通してみたんですけど、すごいいい感じですね、これ。こんな、これで2000円台とかってないでしょう。すごいな。これ最高ですよ。ちょっと今年年始からいいのゲットしちゃいました。はい。で、ちょっと折りたたんで、あの、細かく竿先とかチェックしてみたんですけど、すごい使えそうですね。すごくしっかりしてます、これ。めちゃめちゃいいですね。実はあのもっと安い1100円とかっていうのもあったんですよ、送料込みで。でもあのネットのレビューとか見ると、このリールがですね、あのこのタイプではなくて、あのベイトリールといういわゆる太鼓型のリールの方が1100円とかになっていて、こっちは2000円台後半だったんですけど、このタイプはなんかあのどのレビュー見てもあの釣り竿として使えないみたいなことは書いてなかったんで、これすごい最高ですよ。このままで、で収納するときはですね、もうこんな感じでリールを外してキャップをかぶせるだけと。本当にね、あの万年筆みたいな、大きな万年筆みたいな感じですね。こんな感じです。と僕のあのでちょうどね、22.5 から3ぐらいの間なんですけど、それよりちっちゃいんで最高ですね。これもなんですよ、すごい釣りしまくりたいと思います。で普通にあの市販されてるあのミニロットって言われる、いわゆるあのダイソーとかにも置いてあるあの釣り竿とリールだとですね、今ちょっと測ってみたんですけど、45.5 とか6くらいあるんですね。だからこのあのペンザオのあのセットがいかに小さいかっていうのはすごいわかりますよね。わかりますよ、このリールもなんかもう比べてもこうなんか大人と子供かっていうぐらい結構違うんですね。でここのリール止めてるところの、ここの止めるところもですね、のペンザオの方は本当1センチぐらいしかないんで、
でですね、こんとこですね。だから普通のリールでは使えないんで、だからこのペンザオセットやっぱりものすごい買いですね。2190円でしたっけ、2198円だったか。うん、すごい。いやー、ほんとびっくりだわ。本日はご視聴ありがとうございました。